はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、忽那亮司でございます。日比爺様、石黒様、高島様、小川様、富田様、久保田様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきます。誠にありがとうございます。売りなら丸なまさらま、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。おかわりいいですね。誠にありがとうございます。引き続きですね、東京全域お好きなとこでいいんで、ポスティングしてくれる方、参院選向けチラシを、私のですねポスティングしていただける方、ご連絡お待ちしております。あとメール党員の皆様も募集しております。よろしくお願いします。今日3ヶ月ごとの肺がん検診で午前中いっぱいかかって、病院行ってきました。再発してたらどうしよう、不安でしたが大丈夫でした。右胸、右肺取って、ですね、次左にできてますねなんてチャラって言われたらどうすかなってガクガクしてたんですけれども、ついでに手術した顎の骨の検診もやってきました。まだちょっと腫れております。薬も追加されちゃいました、今日の検診でね。今日も痛い消毒がありまして、腰浮くどころか足ピーンってなっちゃいました。あと採血もしてきたんですけど、私腕の血管が抗がん剤で溶けちゃって、最初から手の甲から採血をするという羽目に、これもまた痛いんだよね。病院行くとだいぶ痛い思いして帰ってきますけれども、本当にね、消毒って名前なんだけど、なんか突き刺してるようにしか思えないような痛みがあります。脳天に響きます。でちょっと疲れ気味な感じなんですけど、今日消耗してね。対中人権侵害非難決議、衆院に続き参院でも公明党が激しい厳しい表現に難色を示し、調整が遅れていることを自民執行部が認めました。ようやくなんですけど、公明党が決議から非難、人権侵害、中国の文言を排除しろと言い張ってる、で難航してるみたいであります。ネットの話、また公明とかうんざりだ、何が事情だよ、情けない。中国非難を省いた対中非難決議ってなんだそれ。本当だね、全会一致しなくてもいいじゃん、もう無視したらミートずれすぎ、維新が賛成なんだろ、それでよくね、連立解消した方がいいのでは。石原都知事が言ってた通りだったわ。石原都知事ね、かつて国会で、安倍総理にですね、公明党は必ずやあなた方の足を引っ張る存在になりますよ、言い放った案ですね。公明党っていうか母体の創価学会が中国共産党の飼い犬であることは周知の事実ですけれども、まあそれには理由がありまして、香港支部を潰されたくないであるとか、本土での布教を許可してもらいたいなどなど、日本においては信者数の頭打ち状態がもう何年も続いておりまして、もう見込めないと、日本が滅びてもいいと、中国人15億人に対して布教してガバガバ信者を獲得したい、こういうような売国政党が公明党、売国組織が創価学会、というのは皆様周知の事実でありますけれども、中国非難決議から中国非難って言葉をなくそうってはあまりにもやりすぎなんでは、ちょっとそれがないんじゃないの、そんな決議意味ないじゃん、無意味じゃん。いずれ侵略に来るですね、人民軍の利便を図るために道路や電車の標識にですね、艦隊字を無理やり押し込んでるのも、公明が大臣ポストの国交省国際観光課であります。ついでにハングルも押し込んでますけどね。公明党は早いところになった方が帝国のためであります。公明党の参院選比例票なんですけれども、2016年選挙で757万票、2019年ので653万票、たった3年で100万票以上減らしてますけれどもね。今回そのぐらい減ってくれてるんだろうか、
この勢いで減らすとすれば、3年で100万票を減らすとすれば、今回は550万票ぐらいに減ってくれるんでしょうかね。現在公明議員は衆議32名、参議28名参院議員多すぎますね、これね。これ中選挙区っていうのが公明には有利なのかな。東京6枠、神奈川4枠、千葉3枠みたいな、そういうのが公明にとっては有利に働くんでしょうか。これがどんだけ、今回減ってくれるかですね。調べたら、今回の選挙、参院選に選挙区で7名、比例で7名立てておりました。28人のちょうど半分、改選14人なのね。まああんまりね、公明党の国会議員が落選ってあんまり聞いたことないんで、このうち1人でも2人でも落選したら見物なんですけども、私が出る予定の東京選挙区は竹谷俊子さんって方が6年前に77万票で3位当選しておりましたまあちょっとね、落選はしないでしょうけど、77万票から減っててほしいな。77万票っていうのが東京における学会員、あるいは学会員の影響力が強い人間、有権者の総数って考えたらね、まあ減っててほしいもんだわな。地方議員の自民と公明の仲良しぶりを目の当たりにすると、連立解消はちょっと無理って思われるんですよね。どっこの地方議会も公明党議員やったら多くてですね、自民党単独過半数っていう地方議会があんまりないんですよ。で、公明も賛成してくれないと何も取んねえっていうような議会がほとんどであります。自然減で自然解消、自然連立解消、あるいは公明消滅しかこれなさそうだな。死が二つりを分かつまで、いやはや。これね、公明党と連立決めたのが、かつての自民党の幹事長の小沢一郎。ろくでもねえね、あいつね。ねえ、その後、日本に何十年も禍根を残してますね、小沢一郎ね。減った原因として、比例票が減った原因ね、650万票。750万から650万に減った原因として、支持者の高齢化を公明幹部も認めておりまして、公明も立憲も共産も一緒で、支持者のメインは団塊世代だそうなんですよ。で、この3つともバカなことばっか言って、若者はおろか、新たな団塊世代も取り込めないので、自利品つうか補給のない長期戦つうかね、私の動画見てるような方は絶対騙されんしね。学会にも共産にもね。ですんで、新しい信者数、頭打ちっていうか、徐々に減ってって、先行き不安。で、中国で布教させてもらいたい。という大いなる野望を学会が持ってますんで、公明党が中国に甘々、激甘。というか、おめえ古文かよ。っていうような振る舞いをするのも、そういうわけです。まあ、許しはしないですけど。愛知県の立憲県議、市議のグループ8名が、高級焼肉店で8000円のコースを5万円。満月ついでに人糞を放置。店主激怒で警察に被害届。まあ、器物破損、営業妨害。どれがわかりませんけれども。文春、このクソったれが名古屋の高級焼肉店個室で人糞放置事件が発生。県議らの会食後に一体何が、ババーン。テレビだったらこういう効果音入るはず。ネットの反応です。その場でパンツ脱いでしたってこと、なんでトイレ行かないんだよ。8人もいてなんで気がつかないのよ。お店への心づけでは自家製のトッピングだろう。ものすごく風流な本場の食べ方かもしれない。食べきれなかったお弁当かもしれない立憲の議員らしい振る舞いをしただけだ。
縄張りのマーキングしただけではやけくそだったのかな。便宜を図ったな。飲み会を一本締めじゃなくて一本ぐずで締めたとか立憲怒りの脱粉焼肉。うちの猫だってトイレでするんだが、これ半分安倍のせいだろ。参院選に向けて運をつけたかったんだろうというですね、非常に好意的な意見が大型であります。試験なんですけどね、風化に耐え長期間残るもの、毛玉は頭骨、頭蓋骨、鳥は主翼の羽、魚は尾びれ。なので獣は1頭、鳥は1羽、魚は1尾と数えるそうです。人の場合は名前だから1名、2名、3名だそうです。残したもの、残るもので数え方が決まるとしたらですね、愛知の立憲議員、県議と市議の場合は、1分2分様ということでよろしいでしょうか。1分様いらっしゃいました、2分様いらっしゃいましたでよろしいでしょうか。愛知県の立憲議員は、何にしてもまあ謎が残る事件ですよね。愛知立憲は引退したベテラン議員も数に出して火消し図ったようですけど、真相を知りたい、なんでなのっていう天使の意向で表沙汰になっちゃったみたいであります。本当に謎。日本人には想像もつかない事件ですわ。全くもって人知を超えた事件とはこのこと。立憲民主党愛知県連が声明発表、ようやく関係者全員知らない俺じゃないって言ってますという声明出しました。愛知県連が、ネットの反応です。しらばっくりやがった。さあ嘘つきはどっちだ。じゃあなんで謝罪したの。個室取ってたのに言い流れはできんだろう。一生疑惑がつきまとう握手。被害届出てるのに出回ってないだろ。聞いて終わりとか、よくそれで何年も盛りかけがやれるよな。よほど都合が悪いようだ。都合いいわけないだろ。秘書、すべて私がやりました。お前か、選挙前にこんなでっかいものどうすんだよ。よかった。じゃあ初めからずっとその場にあったんだね。疑惑が深まった。試験ですけど、まあ足元にそれがある状態で焼肉に舌鼓気がつかず、結局最後まで8人とも気がつかないで運よく踏みもしなかったと。そうだ、それに違いない、だってみんな知らないって言ってたね。そうでなければこの人知を超えた現象の説明がつきませんので、第一発見者のねバイト女性と店主、とにかくものすごい匂いですぐに気がついたって証言してますけれども、まあ飲み会だ楽しいなっていうことで嗅覚が麻痺することはよくあることであります。全く不自然でもなんでもないですね。立憲は今後ですね、うんこ党とかうんこ議員って呼ばれるかもしれませんけれども、まあ大変ですね。こんなデマにみんな惑わされて、立憲の愛知の議員はうんこ議員って呼ばれちゃうかもしれないですけれども、まあお気の毒だな、思います。ほんのね少しね嗅覚が麻痺してものすごい匂いに気がつかず、そのまま舌鼓を打っただけなのにこの仕打ちね。私は俺は知らないっていうのを信じたいとは思いますけれども、まあ皆さんはそうはいかねえんだろうな。というわけでメール党員様、ポスボラ様、ご支援大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。